帯山です。ふうみんです。わかじみんです。今回渋谷でやりたい企画、はい、予備校行ってるけど落ちてるやつの特徴を集めようやっていきたいと思います。予備校生活ね、まあ2、3ヶ月になりますと、はい、でこういうやつ落ちるから気をつけろよみたいなのを特徴を大学生に集めていこうと思ってるんですよ。はい、でそれを見て、まあ、注意喚起の動画ですね、はい、当てはまらんようにしろよと、はい、美容もね、予備校にがっつり落ちますんで、はい、その辺もね、話していきたいと思います。皆さん、チャンネル登録と高評価、概要欄にツイッターにスタンプも絶対お願いします。すると、調査ストップ。わかって TV。はい、じゃあ、お兄さん見つけました。はい、大学学部、教えてもらってもいいですか。東京大学の音楽部。おお、すげえ、予備校も行かれてた。そうですね。どこの予備校ですか。可愛いじゃん。何校？河合塾本校。はい。まあ予備校通ってるけど落ちるやつの特徴を集めようって企画をやってまして、どんな特徴ありますか？大学デビューを待てずに予備校デビュー。わあ、わかるわ。どういうことですか、予備校デビューっていうのは？予備校で友達を作りすぎて予備校生活楽しくなっちゃった。楽しむ場所じゃねえんだよ。髪型とかも変わってくる。金髪系の。金髪の浪人生、イケイケ兄ちゃんみたいな、イケイケ兄ちゃん、女の子絡みとかも増えてる感じですか。勉強よりもおっぱいみたいな。やっぱそういう浪人生は落ちるの？落ちますよね。おお、特になんか男子校でやっぱ予備校に行くと女子がいるじゃないですか。はいはい。そこでちょっと気合い入れちゃう男子とかねいるらしいですけどね。はい。あなたは予備校デビューしてる周りも5つ変えたんや。変えました。おお、どうやって変えたん？東大入ったらおっぱいいっぱいもんですわ。おっぱいバレーならぬ、おっぱい受験。やめろ。2人組見つけました。何大学？一浪で早稲田教育。あ、早稲田教育。じゃあ二浪です。今現在進行形で二浪。どこ目指してるんですか？獣医学部。あ、獣医目指してる。予備校は行ってた。現役の時にどこ行ってた？東進。お兄さんはで現役で東進同じところ行って二浪で獣医の専門を行って獣医専門予備校。ちょっと合わないなってやめて今進んだり。寸大。予備校で落ちる人の特徴っていうのを今集めてまして、東進で落ちる人の特徴なんかあります？授業ばっか見て受け身になってる人、口をおろそかにする人とか。ああ、めっちゃリアル。多分そうです。東進ってさ、確認テストがあんの。一応カンニングし放題なんで、授業終わったらすぐテストなんで、日またいでやったらさらに定着するだろうけどすぐやっちゃうから。まあそうやね、記憶力が。そうそうそう。2、3回間違えたらまた同じやつ出てくるから、確認テストをズルするやつは大体落ちてますね。ああ、なるほどね。東進でなんでダメやったの？中高6年間全く勉強しないで。全く勉強しない。それでやって、その時もちょっと塾長の人と反り合わなくなって。反り合わない。塾長と反り合わなくなる。塾長と揉める。10月ぐらいから行かなくなっちゃって、これは無理だろうなって思っちゃって、途中で諦めちゃって、なるほどね。獣医専門予備校で落ちてた人の特徴とかあります？集団でやってて、学力もともとなかったんで集団ついていけないなと思って、こうやって相談して個別にしたんですけど、一人でやってる間に周りと差分かんなくなって気づいたらもう。お兄さん見つけました。大学学部教えてください。明治大学明治の部で通ってた予備校はマナビス。あ、河合塾マナビス。河合塾の映像授業版ですね。誰がマナベアや。おい、赤くなったマナベアちゃうぞお前に。マナベアもっと可愛いわ。マナビスのその教室、当然落ちた人もいますよね。どんな人が落ちてたか特徴教えてもらえないですか？マナビスってその映像の速度を自分で変えられるんですよ。おお、はいはい。最大確か2倍速で。早いな。全部2倍速で見てる友達がいて、そういう友達はちょっと落ちちゃってる。それは落ちる。ここなんかあります？マナビスで落ちた人。アドバイスタイムっていうのがあるんですけど、授業を受け終わった後、マナビスの先生となんか5分ぐらい喋るみたいなやつよね。それに1回も行ってない友達がいて、その友達はどこを受けるとか全部自分で決めてやってて。あ、なるほど。先生の指示に従わない。それでマナビスをうまく使い切れずに落ちちゃった。ああ、なるほど。なんでマナビス行ったんやそいつは。アドバイスタイムって結構いいっていう人と悪いっていう人が多くて、あなたの教室はどうやった？大事な時だけ行ってました。絶対行くもんちゃうの、アドバイスタイム。そもそもだって授業で教えてくれるから別にいらんちゃいないもんね。別にそんななくてもやっていけるかなね。システムが決壊してんのよマナビス。やめろお前。はい、男の子見つけました。シカゴ大学。まさかの大学教えてよ。大学シカゴ。創価大学。おお、創価大か。は難関大学です。おい、あれなんかちょっと、シカゴ大学とね、まあ場合によっては並んだり。何が並ぶんやお前。予備校で落ちるやつの特徴を集めようって企画やってまして、どこの予備校行ってたの？マナビスに通ってました。わい、塾マナビス。どうですか、落ちる人の特徴？タイマーを異常にかけてる。タイマーをまたなっとるやんみたいな。何のためにタイマー使ってるの？寝坊とかなんですか？あ、自習室でみたいな。周りの人を考えれないやつ大体落ちんのよ。ああ、確かにな。はい、じゃあ女の子見つけました。通ってる大学、学部教えてください。慶應義塾大学の小学部。通ってた予備校は東進の東大特進。出た、悪名高き東大特進。東大特進ほぼタダで通える東進の生授業ですね。季節に1回ぐらいね、夏休みとか長期の休みにあるんですけど、林修とかが生授業、生添削、過剰サービスするわけよ。授業料タダやから、もう進学校の頃みんな林修目当てで集まるわけよ。でそれで東進は東大めっちゃ受かるわけよ。それが合格実績になってるってこと。そういうこと。だから3人に1人は東進みたいなね。そういうからくり、そういうからくり。ええ、慶應やったな。やめろお前。どんな人が落ちてました？問題特集だったら遅い。あ、シンプルにね、学力がね。休み時間とか携帯いじってる感じの人はダメだと。ああ、なるほど。やっぱただやからね、気持ちも軽いんやろね。今のはお姉さんのこと。私は遅かったです。あ、そうそうそう。高校はどこなの？東大特集なんで行こうと思ったの？お父さんが見つけてくれて。お父さんが見つけて行くとこちゃう。やめよお前。名だたる進学校ばっか行くで、あそこは。来るとこ間違えたってなったやろ。周り見てたら最低ですとか、教員ですとかばっかりいて、すごい雨。いや、間違いやで。世界ちゃうでしょ、あそこ。違いましたね。どんな世界やった？進学校の子たちだけで休み時間固まって友達同士。ああ、そうやな、進学校めちゃくちゃアウェーで間違いなとこ行っちゃう。イギリ受験生いますから。まあまあそうですね。大体意識になります。大体意識になる。東大オープンは何判定やったの？あ、一応すごい。エースやんね。すごいね。共通テスト失敗して。ああ、いや基礎が弱い。そこまで。お兄さん見てました。大学学部聞いてもいいですか？政治経済学部、明治大学の政治経済学部。看板学部すぎて先に来てもうた。やめろお前。本番会なんですけど、まあ予備校で落ちるやつの特徴を聞こうという企画をやってまして。どこの予備校行ってたの？淡路君マナビス。マナビス。どうでしたマナビス？動画めっちゃ撮ってて。あら。受けられない。だっていうのが結構溜まっちゃってる。全部受けれなかった。はいはいはい。消化しないとみたいな感じで、そういう人は落ちてた。そうですね。周りの人でもう受けすぎてた人がおるわけや。どんぐらい取ってたの？大学の別のなんか講座みたいな。あ、はいはいはい。そういう大学ごとの対策の講座結構取ってたよ。全部受けれなくて手が回らないみたいなのがすごい多かった。映画のやつも受けちゃったりして。はいはいはい。なるほどなるほど。なんかすごいアイドルオタクの方みたいな。すごい。なんすかこれ。これハッピーです。なんてアイドルなんですか？レインっていうアイドル。レイン。うわすごい。全部で後ろを見せてもらっていいですか？なるせほの。すごい。今おいくつ？今34。食べです食べ。全然企画と関係ないんだけど、ほのちゃんの魅力は何なんですか？確かに天真爛漫なところと笑顔が可愛いです。笑顔が可愛い。あと一番好きなのは声です。あ、声がね。ライブとかも定期的にやってるのかな。そうですね。やってます土日も。ほのちゃんに認知はされてるんですか？されてます。お、ちなみに今そこでビラ配ってます。あ、ほのちゃんいるんですか？そういう様子とか見てる。それに会いに行くんですね。親どんな気持ち？やめろ。自分の好きなもの応援し何が悪いやろ。行き過ぎなきゃいいわけです。行き過ぎてるだろ。行き過ぎてるだろ。子供これ嫌やろ。ストーカーとかね、なんだけいいと思います。はい。ストーカーとかそんなないんですよね。あ、ない。してるわけね。健全なオタクです。あ、健全なオタクね。応援していいオタクですね。わかりました。お兄さん大学学部はどちらですか？私学部って名前です。何大学ですか？帝京大学。帝京の私学部。まあ有名大学。そら34歳でこうなってまうか。関係ねえよ。今回ですけど、こういうやつは予備校落ちるみたいな特徴を集めてまして、帝京やけど一応予備校とか行ってたんですか？推薦で。あ、推薦会。中学校ね。じゃあどこ行ってたの？ここはなんて立川の塾の名前忘れちゃいます。もう何やねん。全然インタビューできねえじゃねえかお前は。何でこのオタク連れてきたお前は。予備校行ってますかって聞いたら行ってるって言うから聞いたら帝京の私学部。やめろもうここまで来たら使うしかないやん。おもろいし信号だしなんかもよう気づいたらね。予備校行っててどういう人が予備校落ちると思います？オタクじゃないですか。というわけでギリきました。予備校で落ちるやつの特徴を集めよう。はい、まあいろいろ出てきましたね。真面目な理由のやつからちょっとふざけた理由のやつまで本当いろいろでしたね、はい。そうですね。まあ授業取りすぎだったりとかね。本当気をつけてほしいですね。はい。予備校は行ったら受かるわけじゃないんでね。最後は自分次第です。というわけでこの動画参考にしてください。はい。チャンネル登録と高評価、ガイドかツイッターでしたのも絶対します。じゃあ今日これでバイ。コクッテ TV 第3弾開催決定。素敵な出会いを求める男の子女の子大募集。若手 TV があなたをね。